ディフォーがどのようにして生まれたか、その起源についてお話しします。現在世界中の人々に親しまれているゲームディフォーは、古代中国で誕生して日本や朝鮮半島でそれぞれ独自の進化を遂げて世界中に広まっていったと言われています。囲碁の起源で最も有名なのが、古代中国の帝王炎帝あるいは舜帝によって作られたという伝説です。歴史書史記によると、中国最古の王朝は紀元前1900年頃に誕生した夏王朝であると言われていますが、炎帝や舜帝はそれより以前に国を治めていた伝説の帝王です。神話の時代、中国は三皇五帝と呼ばれる8人の帝王により統治されていた時代があり、儒教では最初の3人を三皇と称し神として崇め、続く五帝を聖人として神格化しています。囲碁を創始したと言われる炎帝や舜帝は共に五帝の一人に数えられています。余談ですが、後に秦の始皇帝が初めて名乗った皇帝という称号は、三皇五帝より尊い存在であるとして皇と帝を合わせて作られた造語です。春秋戦国時代に作られた世本という書物に、囲碁の起源に関する最も古い記述があり、梁が囲碁を作り、端子はこれを良くすと記されています。梁帝は暦を制定したことで知られ、その人は天のごとく、その地は神のごとくと称賛される名君でした。梁帝には端子という息子がいましたが、天下を治めるほどの力量はなく、梁帝が端子を教え導くために囲碁を創造したと言われています。しかし梁帝の願いも虚しく、端子には帝王としての力量が備わらず、梁帝は五帝の一人戦力の子孫舜に帝の座を譲位しています。梁帝が聖人として崇められている理由の一つに、情に流されず最もふさわしい人物を後継者としたことが挙げられています。梁帝の後を継いだ舜帝は幼い頃に母を亡くしていますが、再婚した父は5歳の連れ子に家督を譲るため舜をたびたび殺そうとします。舜はそんな父親に対しても功を尽くし名声を高めていきます。舜の噂を耳にした梁帝は2人の娘を嫁がせ、舜に一つの町を統治させたところ、やがてその町は多くの人々が行き交う都市へと生まれ変わったそうです。舜を気に入った梁帝はその後舜に国政を任せ、やがて帝の座を譲位しています。なお梁帝の囲碁創始伝説の中には仙人が登場する話もあります。梁帝が舜の存在を知り、娘を嫁がせた上で後継者としての資質を見定めたことや、端子に囲碁を教えたことなどは全て懇意にしていた仙人のアドバイスによるものだというお話です。争いを好む性格の端子は、ゲームである囲碁に熱中することを見越していた仙人は、囲碁を通じて人の世の道理や浮き沈みを悟らせ、蛮夷を行わないようにしたと言われています。仙人から囲碁を教わった梁帝が端子に伝授したことが、世の中に囲碁は広まっていった始まりと言われています。ところで3世紀後半に編纂された博物誌では、囲碁について、梁が囲碁を作ってこの端子に教えた、あるいは舜はこの昇金が愚かなるをもってゆえに囲碁を作り教えたと記されています。
春帝の息子昭金もまた天下を治める器ではなく、博物誌では囲碁を創造し息子に教えたのは春帝の可能性もあるのではないかと述べているのです。結局春帝は息子へ譲位することはなく、黄河の治水工事で大きな功績を残した家臣武に帝の座を譲りますが、武についても黄河の治水工事に皇帝の息子昭金が同行した際に碁石を持参したという囲碁の逸話が残されています。そして新たに帝王となった武が起こしたのが中国最古の王朝夏王朝なのです。料亭により囲碁が作られたという話は古代より伝承されてきましたが、これを否定する意見も古くから存在しています。唐の詩人李吉球は著書現役で儒教において聖人として崇められ徳をもって国を治めてきた料亭が相手を欺き勝敗を競う囲碁を息子に教えるはずがないと述べています。これに対し、囲碁は単なるゲームではなく、盤面は宇宙、碁石は星を表し占いに用いられたとも言われ、対局の局面を人生になぞらえるなど帝王学を学ぶには最適であったという反論意見もあります。なお双方の意見は一見正反対のようですが、儒教において聖人である料亭を称えているという点では共通していると言えます。いずれにしても囲碁が創始されたのは神話の時代の話であり、確たる証拠はないのかもしれません。